初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。今回のゲストさんは西彩乃さんにお越しいただいております。お願いします。はい、今回は芸能界入りを目指すもオーディション全落ち、諦めていたらまさかのきっかけで芸能界デビューということで、はい、友達の TikTok に一緒に踊ったりとか、自分じゃなくてちょっと友達の人気、友達がなんかちょっとバズって、その後バズった時にこう事務所からお、なんかスカウトじゃないか、スカウトが来て、私とその隣の子も一緒に来てください、うん。そっか、じゃあ今日好きね、うん、こんなに好きになって付き合ってたんですよ。付き合いました。あ、すごいね。どれくらい続いたんですか。すげー、半年とか。短っ。あ、ごめんなさいでも本当高校生だから、まあ、なんか結構そんなもん、まあまあ確かに、番組終わってからもうちゃんと会って、あ、そうです、デートとかして、ちゃんと付き合ったんだ。はい、じゃあ台本とかほんまないってことなんですか。え、ないです。え、じゃあなんで別れたんですか。あれは魔法だったみたいな。いや、そんなことないです。普通にこれあんま言わない方がいいか。蛙化現象。いや、してないです。こう一緒に歩いててスケボでスーって行っちゃったのがショックだった。え、あ、お米心的なんです。あんた長いこと付き合い、違う高校生だったから。で、途中に彼氏がスケボー持ってきてて、そう、で、スーッと行っちゃって一緒に歩きたい。まあ確かに、まあ、それはさ、それだけじゃなかったんじゃないの、まあ、なんかこう、いろいろ積み重なって最後の決め手がそれやったんかな。今そう言うじゃないですか、うん、相手誰か分かるじゃないですか。それ全然いいんですか。だから悩んでるじゃん。1回目で大丈夫、でも多分ね、それでそんなね、相手の好感度がそれで下がるとはないと思う。でもいい人でした、ほんと。今のとその情報を聞いて、こんまい女やなっていう、あんたの、ね、そうなるだけ、逆に。確かに。そう、女の子同士はどうやったの、喧嘩したりとか。あ、ありそう。仲悪かった。なんかそういうのあるって聞いたことある。ありそう、便利やし。私の方が映るのよ。あんた目立つようなことそうじゃないよ。私の時は、なんか、ちょっと好きになってくれて、何人か。お、すごい。あ、モテた。モテるね。モテて。あ、いいね。あ、こんな男が好きな。確かにね。3日目はすごいですよ。3日目ね。3日目過ぎちゃうとちょっと。違う違う。ねえ。ちょっと待って。そんなんね。ねえ、いじめられてる、ちょっと。モテて。なんか今の嫌だったよね。嫌ですよ。なんか好きを求めて。やめてあげて、もう。嫌だよ。そういうことやると、もう、ちょっと後悔させるよ。聞いてください。はい、持っててしまって、でも、私が結構決めきれなくて、その3日間しかない中で、どの人にしようみたいな。贅沢だな。どうしようみたいな。ちょっと贅沢に悩んでしまって、うんうん、で、結果的に、こう、他にもこの子のことが好きな人とかもいるわけだから、うんうん、みんなの声を邪魔することになっちゃったっていうのはちょっと、すじゃあキーマンやったじゃないですか、番組のいい立ち位置だったっすね。そう、目立つというかクラッシャー的な、クラッシャーみたいな恐怖期クラッシャー。うーん、あんま言えないですね、自分でね。いやそうです、って言いたくない。まあね、もう我々はそうだなと思って言いなすぎるから。そう、なんかテクニックとかあるんですか。あ、確かに。え、そう、クラッシュするテクニック、クラッシュテクニック、モテるテクニックみたいな。あ、モテテク。確かに、そんなになんでモテたんか、ちょっと私たち参考にしたいわ。目を見るのかな、人の目を。確かに、目を見て喋る。目見てよく笑う。そう、ジェスチャーちょっと可愛いとかじゃない。とか、話しやすい。自分ではどう思う、その別にモテようと意識してるんじゃなくて、いい女として、うん、あ、でも結構その時間楽しく喋れるよ。あ、デート中とか、デート中とか、あとちょっとアヒル口が可愛い。アヒル口するね。そうなんですよ。そうなんですよ。あと3分したら殴るよ。危ない危ない。そっか、じゃあそこでちょっとやっぱ芸能界としては、まあ初めて注目を集めたというか、すごいね、タレントさんの仲間入りかな。だってめっちゃフォロワーとか増えません？あ、めっちゃ増えました。3回出てもうほんと鍵アカで200人とかだったのが20万人。すごい。で、みんな中高生でしょ。そうですね。すごいな。年代の、じゃあ学校で偉いよね、もう。こんなヒエラルキーでいうところ一番上じゃないですか。そう、だから学校で結構冷やかされて。ああ、恋愛ですね。結
構言われました、いろんなこと。何言われたんですか？今回あだずれ高校生が知らないよ。そんな感じ。学校休んだりとかもしてたから、この子妊娠して学校来ないらしいよとか、ないことあることみたいな。そう、ないことをめっちゃ言われた。先輩とできてるらしいよとか、ぶりっ子だし、あの子大っ嫌いとか、なんかすごい言われたりとか。みんな女の人？女の子も男の子もいました。男も、まあ、男の子はそのなんか変な噂を流して楽しんでる。俺あいつとなんかしたよみたいなことを自分から言ったりとかする人がいて。嘘でね。そう、本当ないのに。いるいる。そう、本当何もないのに。でそれを信じるみんな。ずっと結構妬まれる人生ではあるってことね。やっぱ、でもそれが快楽にならなきゃダメよね、タレントやるの。うん、でもなかなか学生時代だと辛いんじゃないですか。学生の時は本当ちょっと悲しいというか、しんどい。そういう学校行かんくなったりとかはなかったの？あ、3年生の時はほとんど行かなくて。それは仕事が忙しいプラス、それ、そうですね。公式に出た年がちょっと他の仕事もあって行けなかったりもして、でも普通に学校優先でやってくださいみたいな事務所に言われてたんですけど、うん、学校も行きたくない、仕事の方が楽しいって思ったし、京スキがだから思い出でした。めっちゃ、もう学生時代、青春でした。京スキ3回出た。3回出ました。え、毎回恋愛してるってこと？そうですね。え、毎回に彼氏作って？いや、1回目に好きな人ができたけど、うん、振られちゃって。なるほど。で、2回目にもう1回挑戦したけど、ちょっと好きな人ができなくて、で3回目で1回目に好きになった人が来てくれて、うん、で、頑張って、あ、で、付き合った。あ、おめでたいな、それは。いいドラマですね。でもさ、そうやってさ、まあいろんな、みんな多くの人に見られてフォロワーも増えてさ、したら結構いろんなところから声かかるようになったんじゃないの？確かに、確かに。あるな、あるな、DM とか来てんじゃん、いろいろ。そんなことないですよ。え、どういうこと？台本にはね、ノンスタイル井上から連絡来たって書いてある。井上さんね。井上さんすごいね。と一緒にミュージックビデオを作りました。あ、面白い。ちなみに誰かあります？有名人。そう、名前別に P 入れるから、一番有名な、な一番有名な人で反応してくれる。明らかにマネージャーに。あれなんですか、恋愛リアリティショー系の男なんじゃないですか？あ、あれ、こうさんとか。そう、こうさん。上すぎる、上すぎる。 P です。いや、もちろんもちろん、 P はもちろん一番有名な人、もちろん。あ、それはあれじゃない、なんかよく送ってる、よく送ってる、まあ、よく聞くし、よく聞きます。あとは半分仕事もあったじゃない、じゃなくて、と思ったんですよ、うん、で、ちょっと返してたけど、違った。なんやった？ P よ、P、 P、 P。 めっちゃおもろいやん。しかもめっちゃストレートに。そうなんか、おもろいな。まあ、ちょっとここはね、申し訳ない皆様に今お話ししたいとしたいんですけども、だからマネージャーさんが苦笑いで、モテるって言うんだよ、モテる。マネージャーさんの顔が怖すぎて、ずっと怖かった。後で怒られる、怒られると。え、でもこういうね、売れるよ。そうそう、まあモテるってことだよね。今だけやからね。厳しいな。あと何年かしたら変わってくるんだから、世の中。厳しいな。今のうちに可愛さに甘えずに、ちゃんと他のビジネスもやりながら、事務所なんか最終的にね、お金稼げんくなったら捨てられるんだからね、大体は。はい、ゆきちゃんなんか見てみん、事務所が倒産よ。時代よね。大ニュースになってたけど。3ヶ月無給で働いてますよ。えぐいよ。今日みんなのアルバイトに給料日いつですか？ガチのアルバイトみたいな。本当アルバイトじゃん。今後何していきたいとかってなるんですか？今後は女の子に憧れてもらえる存在の子になり、フォロワー男性が多いの？いや、50-50なの。あ、じゃあ全然すごいですだけど、同じ世代ぐらい、20代ぐらいの女の子に憧れてもらえて、その子たちになんかプロデュースしたものとかを見てもらえて、美容とかでも肌綺麗だし。確かに。あ、本当ですか？使ってる日焼け止めとかしてました。そういうなんか発信できたらいいなっていうのもあるし、服とかね、そういうの発信してる人にいちいち闇な DM 送ったりするで、私の使ってる日焼け止めとかストーリーに載せるやんか。そしたら、この日焼け止めハワイの方だとサンゴ礁殺すっていうので NG らしいよって。これ塗って海に入るのはサンゴ礁かわいそう。めちゃくちゃ嫌だよ。なんでそれちょっとするんですか？成分知ってやってるのかっていうのはね、中途半端がムカつくね。
そういう DM とか来ますか、アンチみたいな。あ、アンチはでも来ますね。あ、来るんだ。でもよくわかんない、ふざけるなみたいな。何をってなる。男性女性どっちが多いそういうの来る。アンチは女の子の方が多い。へぇ、ネタみたいな。女の子のアンチってどんなの、俺見たことないわ。ないからあんまり。え、なんかぶりっこすんな、気持ち悪いみたいな。へぇ、返事するの。しないですよ。それするよ。なんでするの。なんて返すの。なんか出てる番組のやつに、お前もう降板しろとか来るから、残念ながら私が出てる週が一番視聴率が高い。嫌な言い方。嫌な言い方やな。私の視聴率を下げてからなのに。言い返せない。言い返せない。それやめた方がいいって思う。あ、本当ですか。それに注ぐよりも、応援してくれてる人に返す時間の方が大事。確かに、ほんまはね。そっか、じゃあ今後はなんかあんまり何したいか決まってないけど、いや違う、ふわふわ憧れられる。違う違う違う。憧れてもらえて、うん、でそのいいなって思ったものを発信して、うん、カラコンとかプロレスとかもしたいなって思うし、まあ、スワか翼みたいなことがやりたい。あ、素敵、ね、アイドルはもう、あ、そう、アイドルも今してるから、やってるんだ、アイドルとしても。そう、あ、そうなんや。歌ってる。歌ってますよ。あ、そう、なんでか。君と見る空っていう、俺知ってんで、あ、え、わかった、なんか最近デビューしたやつ。え、そうです、ニュースで見たわ。え、すごい。もういろんな事務所の子が集まって。何人組？6。いや、6なんでセンターないんですよ。あ、確かに。みんな前に出るタイミングがあります。なるほど。あ、うまいこと。バランスよく、バランスよくね、バランスよく、喧嘩なんないよね。へー、ちょっとじゃあ歌を歌っていただいて、ね、結局やるんだ。序盤できましたからね。ちょっとあと踊れる、ね、むちゃぶり。ゆきちゃんが隣でやってくれるから。むちゃぶり。ゆきちゃんどんなダンスやった、アイドルやってた時。ドゥー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 。じゃあアイドルとしても頑張って、はい、アイドルとしても頑張りたいなって思ってます。じゃあ皆さんぜひ応援してね、あの見てあげてください。はい、西彩乃さん、君と見る空っていうね、はい、アイドルグループチェックしてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。